はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスやっていきたいと思います。今回は MS イグルステージ4ジャブロー上空に海原を見た、こちらをやっていきますと。じゃあスタートしていきましょう。南米ジャブロー、アマゾン川流域にあるとされる地球連邦軍本拠地であり、広告軍にとってはジオン独立戦争開戦時からの第一攻略目標である。なぜならこのジャブローは基地施設だけではなく、モビルスーツや艦船の工場、艦隊クラスも停泊できるだけのドック、そして参謀本部までも備えており、名実ともに連邦軍の心臓部だからだ。それゆえにここを陥落できれば連邦軍そのものも崩壊させることができるとまで言われる。しかしこの難攻不落の要塞を目前にして、敗戦を重ねてきた広告軍はオデッサでの戦闘後、徐々に地上での戦闘活動の継続が困難となり、戦局は空へと移っていった。そして宇宙世紀00179、12月、戦場が空に移りゆくさなか、我々603に新たな任務が与えられた。ジャブローから空へ向けて打ち上がってくる地球連邦軍の艦隊戦力を高高度から抑止し撃墜する。衛星軌道上からの大気圏突入、そして降下姿勢のまま地上の標的に対して奇襲攻撃。そうだ、もはや戦局は603技術試験隊に対しても試験ではなく実戦を要求していた。だがたとえこの技術が未来へつながることがなくとも、私はこの目で見、評価を下そうと思う。技術が多くの人々を助ける未来の扉だとするなら、評価はその未来への扉を開く鍵だと私は信じているから。いや、あとはマップがどうなるかだよね。ジャブロー上空に海原を見た。604試験支援艦なんてあるんだ。ゼーコックって書いてありますね、上に。いや、こんなもの使い捨てるだけのさ、余力があるんだ。お、今度は少尉ですね。使い捨て品だからね。かわいそうに。海兵なんだ。戦果ゼロ。森一丁でサメと戦った。ああ。でも仕留めたってこと？
20年間って普通に返すね。エンジニアリングオフィサー、名前はかっこいいね。え、この中から選ばれるの？モビルダイバー。モグラが顔を出す。高度8000、成層圏ダイブ。注意なんだ、ヒデトワシアって。いや、こういうのってジェットコースターのさ G と比べてどうなんだろう。いや、俺もあんまりジェットコースターとか乗ったことないけどさ、これだって今空中でしょ？要はね、上がってくる機体を全部撃つんですよ。お、間一発で避けた？ん？今日はこれで終わり？また別の日？何も喋らんねえ。そういやさ、シーマ・ガラハウもさ、なんか海兵みたいなこと言ってなかったっけ？お月の人だっけ？何言ってんだこいつって。
かっこよくなってんね。ああ、ズダがそのまま配備されてんのか。敵艦2つ。サラミスか。いやー、やっぱりモビルスーツが主体になってきたね。ボールも混じってるけど。ほんと無茶言うやつらばっかり来んな、ここの試験場には。何気に熱いよね、この艦長さん。めっちゃ揺れてるけど攻撃できんの？ああ、うちらはこいつらを相手にしろと。なるほどね。まずはちょっと宇宙船だな。宇宙船グループを作んないといけないから、まあ、陸船は入れといていいでしょ。あ、これで大丈夫か。で、高機動ザク2になったかな。一機入れられるかな。これなんだっけ、試験用ジムだっけ。違う、初期型ジムだ。初期型ジムを入れよう。よし、これで、全員宇宙で動けるよね。ガンダム7号機。問題はない。もう1グループね、やっぱり入れたいけどね。7体以内に打ち上げ中の敵軍戦艦を撃破、6体以内に撃破できるか。打ち上げ中ってさ、こっちの話じゃん。あと7ターンが限界。あ、と言ってくれるのね。どうする。こちらに動けない系か。上がってるから、左から行く。そうすると攻撃はクーベルメ。あー、無理だな。ってことはちょっと待ってね、攻撃できるやつから攻撃をしていこう。で、なおかつピンポイント爆撃ができるやつ爆撃じゃないけどさ。じいさんも言っていた、森は獲物の目を覗き込めるぐらい引き寄せてから放てってな。海は気まぐれだ。最後まで勝負は分からねえ。落とすぜ。おお、こういうシーンまで再現されてるんだ。すげえな。
しかし一発じゃ倒せないか。お、ちょっと待って待って待って、パスしないよ。いやいやいや、ズダ一匹じゃどう考えても無理でしょう。まあ、この物語は全部基本的に味方の戦力は当てにならないですね。そうか、ハローになったんだ。しかもハローでけえし。ボール倒せる？どれ？ハロビット7500いけるか。お前らの好きになんかさせてたまるかよ。爆弾なのかな、これ一つ一つが。めちゃくちゃコストかかりそうだな。そして倒せない。とっととあの世へ送ってやるぜ。やっぱり思ったより強くないよね、ハロー。特に9900か。痛いこれやべえ。でボールに対してこんだけ食らってるからね。しかも的がめちゃくちゃでけえし。いやー、ちょっとこれは危険だな。もう一歩進めたいけどな。7号機の舞台出すか。危ねえからなこいつら本当に。おやめなさい、こんなことを続けてもお互いに痛いだけですから。はっ、7号機かっこいいよね。まあ、倒せないのはしょうがない。初期型ジム攻撃できる？できねえし。しかも初期型ジムとか言ってさ、何も持ってねえんだけど。セイバーフィッシュを出すか。高機動ザク。何、ザクバズーカしか当たらない。こいつらは回収部隊だからな。所詮ヨーツンヘイムはモビルスーツがね1機しか配備されてないっていうのもね。このボールはいいんだ。いやー、これマジ危険だわ。ハロとか言って回避できたな。 50%。 おお、いいねいいね。回避してくれる。ボールはね、このね長距離射程がほんと厄介なんですよね。意外にね強いんですよ、敵としてくると。ここでヒットポイントを減らしておいて、次のターンで動けるようにしよう。ゴヒットしたな。やばいやばいやばい、もうやられる。うちの高機動ザクがくそー、数の暴力で来るか。3800は確か食らわないはずだからな。一応支援防御をかけとこう。1500まで抑えてくれるか。いいね、テンション上がったよ。守ってもらって、あと6ターンで、これでここのサラミスが倒せるでしょ。そうかな、そうすると。で30使ってこいつをぶっ倒して8300か。普通に当てると、どつ、あれ、なんか来たよ。この増援はほんときつい。マジか。まあ、とりあえずテンション上がったけど、なるべくギリギリの位置から打とう。ピンポイントでいけるような感じだから、もう少し右でいいのか。このくらいかな。もう一歩左か。
けど、ここあれ全然違えし、ここもういいや、これで。17,000か。もうちょっとな、テンションが上がれば一発で倒せそうな気もするんだけど、でもターンに余裕はありますね。まあノーマルだからかな。で、まずハロスキルどうしようかな。なんか移動力もつくね気がするな。ハロドリルパンチとかさ、エネルギー使いすぎでしょ、何これ。基本的にはでも11つでいけるね。ハロバブルだな。これだってさ、こいつらの集中砲火食らったらさ、絶対ハロやられるんだけど。もう一匹倒したらちょっと逃げよう。で、下から来るやつはちょっと迎え撃つか。だからこっちに行ってハロバブル。いや6300も弱いな。フェニックスガンダムの方が全然強いわ。でジムは結構減ってるから、ここの舞台で、まあ、7号機を主力にしないと無理だよね。よしよしよし、射撃特化で、セイバーフィッシュもレベルが上がって、攻撃力だな。これはヒットポイントもなんかすんげえ低い気がするけど、まあ1ずつだからね、慰め程度だよな。でこれはちょっと3人でかかろう。確実に倒していこう、確実に。ちょっとエネルギーの無駄になるかもしれないけど、誰かがね外す可能性があるからね、それはちょっと避けたいんで。よし、でセイバーフィッシュ、ゴー、エネルギーが切れたか、戻そう。でこのジムを倒したら、ここの舞台は帰還させましょう。こっから専用のビームライフルで、ザクが攻撃できますねと。よし、これは絶対大丈夫だな。で、戦艦を動かして、確定で帰還させると。いやー、このちょっとハロ邪魔。ハロマジ邪魔なんだけど、これどうする。こっちの方に退避しよう。なんなのほんとこのさ、デカブツで、なるべくこっちだな。でこっちの舞台を出そう、 G ラインのボールか。ーボールは後で出せばいいや。ちょっと出しておいてやられるみたいなのは避けたいからね。でこれを一気出して、でここに陸戦乗せるでしょ。でザックスナイパー、よしこれでいいや、撃撃しよう。スナイパーなのにさ、ボールより射程が短いって。ズダか、何、そうか、俺だってやれんだぞ。一気でよく頑張るよな。基本的に反撃できねえなこれ、ボール相手に。4000とか、なんでこんな食らうの。やばいやばいやばい。ボールの攻撃マジきつい。支援防御かけよう。おー怖い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 、マジ怖い。ボールとかマジ何なんだ一体。2800。反撃できるときに反撃をしておいて、なるべくチャンスステップを生かす。いやー
マジ数で攻めてくるな、ゼゴク。どうするこれ、コアブースター2インターセプトタイプって何結構かっこよくないこれ、しかも。あと5ターン、こういうとこでエネルギーあんまり使いたくないからね。まずこれで30使うでしょ、どう考えても。でしかもさ、これこの戦いが終わった後もさ、戦い続くよね、どう考えても。よし、上出来。いやー、次来るの、マゼラン級1。いや必死だよ。遠くに出てくれて助かるけどさ。まあ多分間に合うな、なるべくギリギリで倒そうか。いや、ここの舞台マジ辛いな。ちょっと上の舞台を倒して上に退避しよう。そうだな、そういう方向で行こう。ちょっと逃げながら戦う。なので、グループ攻撃でロックを2人にかける。で OK で5000ずつ当たったでしょ。でこれで1人1冊ができるわけだ。スナイパービームライフルで支援 65% か、支援しとこう。これ56%、まあ、どっちか渡る。うん、危ない危ない危ない。で陸戦ガンダムを上に配備して、で命中率の高い方でいきたいから 100mm マシンガンだな。2500は当たるよね。回避された。当たるどころかさ。でマジ何なのこのハロとか。いけんな。3500は絶対いける、さすがにいける。でヒデコもちょっと上に逃げながら、こいつは援護役だな。いやー、まさかここまで苦労させられるとは。で G ラインをちょっと上に押し上げて、ショートビームライフル、やっぱり支援入れよう。よし、でこいつを上に押し上げて、ビームスナイパーライフル、ガトリングスパッション、連続攻撃か、ダメージがブレるんだよね。いっぱいヒットしてくれればいいんだけど、命中率にやっぱり依存してんのかな。よし、このパターンでいけんな。でザックスナイパーエネルギー上げとくか。でここからショートビームライフル撃って、で支援かけて8600。よーし、でとりあえず上が片付いたから、こいつらを下げると。ちょっと陸戦がな、計算外だったな。でハロもこっちの方に行こう、邪魔だ陸戦道でハロワブとか、すっげー怖えんだけど。こっちの方に逃げよう。で7号機あたりを出しておいて、ここにしようよ。セイバーフィッシュとかな、初期型ジムだけでいいか。この2機は怖いな。くそー、ジムとボールごときでここまで苦戦させられるとは。よし、
50% をいい感じでかわしてんな。 OKOKOK でジムは反撃をしよう。苦戦反撃で倒せるやつは倒しておくか。いいねいいね。5ヒット、こいつ403レベルか。空中戦闘適用、まあ宇宙だからねここ。ボールなんだよね、本当に厄介だなボールで。下の舞台が来る前に型をつけとかないと。また自利品になるからな。このセイバーフィッシュをどうすべきか。でこちら辺でいいかな。どうせ2ターンかかるからね倒すのに。地道にやるしかないからな。いやマスターユニットのなハロがもう少し活躍してくれれば全然違うんだけど。これを、あ間違えた、回答させよう。回答できなくね。回答して下に行きたかったんだけど無理だ。まずこいつを下げて、初期型ジムをこっちに配備してマシンガンで支援をかけてもらって、倒すでしょ。でそこから戦艦をこっちに動かしてグループ攻撃で、やっぱ厄介なのはねボールなんだよね。2人だけロックかけよう。でいくつ当たる ?4700 でしょ。これでハロでも倒せるんだよ。ようやくハロの出番だな。ハロバブルと 94%、 これは当たるでしょ。ハロって全然弱えな。ボールを一発で倒せないのか。超強気になったけど。で、ズダは、まあ、一応ここら辺に入れておくか。一応腰痛ヘイムも動かせるところまで動かしておいて、でハロの超強気でこのボールを倒せるかどうかなんだよね。ハロバブルでさすがにいけるか。よし、で下のやつらが近づいてくるからこの上のジム3体を排除しよう。スイーバーフィッシュとかどうなの。3人で支援を掛け合うか。ガンダムもいけるよね。16000、クリティカル5000、3000か。セイバーフィッシュの攻撃を絡めるとなるとやっぱりちょっと弱えな。初期型ジム、で7号機を前に出してビームライフルからの支援と、よし OK。もうこれくらいの攻撃力があればあとはエネルギーを鍛えていけばいいでしょう。といってもね4とか3レベルあたりでもうすぐ変えちゃうからね上げても。で支援してどっちかっていうとボールの方が厄介だなジムより。でこいつファイナル、あれこいつあと何回動ける、そういうのって見えるっけ、あと何回みたいな、なんかで見えたような気がするんだけどな、分からんな。でこれで下のジムも倒せんな。
レベルが2人残ってるけどな。とりあえず超一撃にはなった。あ、これでファイナルか。で、ここの舞台はちょっと戻そうも。で、次あれ誰か出てる、うちの舞台。あ、違う、戻ってきたんだ。ジラニを出すか。出しておかないとね、支援の人数が減るんで。まあ、タッチからもボールが来る。ほんとボール嫌だな。うちのボールはこんなに弱いのに。これどっから来た。ハロビット、サラミスか。ちょっと待って、サラミス、さすがに戦艦の射程は長いな。ハロビットならいけるぞ。返り討ちにしてくれる。スーパークリティカルの間に反撃できるのは反撃しておこう。いやだってハロビットとさ同じ射程だよ。うわ、食らったか。でジムはほっといて大丈夫だな。ミカミックスレベル15、クールダウン、エネルギーがな、もったいないっちゃもったいないんだよね。8600、どうせ一発で倒せないからな。弱っ。やっぱりボールだよな、これ来んのは。もう、よし、うまく。で、全国どうしよう、本当に。70% かわすか。あと3ターン。限界が近い。これどうすんの、マゼランも倒せって言われたらちょっと辛いからな。一回セーブして、なんとかやりくりしてるからな。お金もねいっぱいあるわけじゃないからね。で、どうする、先にこいつを倒してイベントを発生させよう。動いた後にねイベントを発生させて対処できなくなっても嫌だし。よし、これで3機できた。3つ目。後ろから来るか、セイバーフィッシュ。やはり連邦は物量で来るね。ああ、こいつも倒せと。そうするとクーベルメは当たらないな。まあ、ピンポイントを狙えば2発で倒せると思うからね。で、このハロなんだよな。やっぱりジムは放っておこう。やつらはもう少し来るのに時間がかかるはずだから、まず戦艦を例によって動かすと。でグループ攻撃でボール2体をロックする。で OK、5000か。いいねいいね。戦艦マジ頑張ってるな。で、ボールじゃなくて、こいつはボールじゃない、ハロだ。ハロをこっちに派遣してこのボールを倒す。で、意外にこのハロ弱いからエネルギーもないし、下げよう。1回、よく乗ったな。見た感じ絶対乗らないでしょ。で、スナイパーライフルでこいつを撃ち抜く。 66%。 これさ、もしかしてサラミスからいっぱい出てくる、ボールが出てくるね。厄介だな。このボール1回下げよう。大切に扱わないとな、ボール。こっちで死んでも大丈夫なキャラか。ただ腰痛兵を多少攻撃に回したいな。
あのジムは一旦放っておくか。で、スタンダードアーマーを前線に出して、で、陸戦を出そう。陸戦を乗せて登場して OK と。よし、このターンはこれでしのごう。さらにそこは狙ってきたけど、これはもうかわす。でジムからの攻撃はこいつは倒そう。3100集中砲火だったらまずいな。いいね、こういうやつを狙ってくれると助かるんだけど、さらに力の攻撃か。あー、四つ辺狙われたね。反撃ができる。この戦艦のそもそもヒットポイント大丈夫か。いやー、やっぱボールだな。すげえ厄介だボール。何体いるんだよ。あとセイバーフィッシュも出てきたしさ、マップが結構辛くなってきたな。3ヒットで3000。であと2ターン。これさ、倒せなかったらゲームオーバーとか。ここまで来てそれは困るよ本当に。やっぱりピンポイントで打ち抜いていくのが正しいやり方だったな。2万3000でしょ、2万1000 まあ倒せるね、とりあえず倒せるのは倒せる。あとはこっちの舞台だよ本当に。ボールとか言ってさ、基本的にこの射程外から攻撃してくるから、こうやってね減らさないといけないんだよね。で決定。ヒットポイント自体はまだ2万1000あるから十分だな。よし。でこの下のジムだ、これをハロにやらせよう。まずハロをここら辺に持ってきて、でハロバブルでこいつを倒して、ようやくユニットのレベルが上がったな。こいつだってレベル20まで上げなきゃいけないんでしょ。めちゃくちゃ大変だな。攻撃力だな、140ってガンダムと同じくらい攻撃力的には。でしかもこいつさ、あれ装備させてるよね、なんか攻撃力が上がるやつ。で、このジムちょっとズーガで一回突っつこう。ザクバズーカだな。ヒデトちゃん頼むよ。3800、3200で、ここに持ってきて、ハロバブルが当たらん。で、あんまりね、行きすぎると、ハロそのものが落ちるから、まあ、ここら辺で。で、上の舞台は、3500だから、3500だったらフォークドーザクでいけそうだな。ヒットフォーク2700だしね。よし、でそこからさらに初期型ジムを購入して、支援できない。そうか、隊長機がいないからだ。ってことはガンダム7号機でなんとかしないといけないけど、ガンダム7号機1体で大丈夫でしょう。で後ろから来てるから、ちょっと幼稚園ヘームは上に逃がしておこう。でこのボールをどうするかだな。7号機で狙いに行けるか。 71%7500 当たれば倒せる。よし、
で、エネルギーを上げていこう。このボールかどうすっかな。高機動型ザクはちょっと一回下げよう。7号機も下げるか。で、ボールには攻撃されちゃうけど、そうだな、一回戦艦を下に下ろすか。ってことは邪魔になるからここに行こう。よし、大丈夫だよね。サラミスからの攻撃はちょっと避けて、避けらんねー。でも1800か。艦砲射撃がね、食らうと結構きついんだよな。で、ジム、あ、ジムで、減らしておいて、やっぱボールなんだよね、ボール。こっちも狙ってくるのか。で、ジムだから、ザクバズカでいこう。で、ズダもう引っ込めよう。いやー、よくやってくれた。まだいける。大丈夫だ、お前は。まあ、まだいけるっていうか、引っ込めるんだけど。このね、ボールがね、射程外から攻撃してくるのが、すげえ厄介だな。やはり物量というのは、これほどまでに。うわー、こいつもやばくなってきた。機体のダメージが高い。これ以上被弾すれば、まだだ、またいける。水中用モビルスーツは桁外れだってよ。あ、まだいけるじゃん。2回くらいとやばいね。でも、あと1ターン、これが最後のチャンス。あれ、ちなみにさ、勝利条件的には何なの。敵軍ユニットの全滅、びっくりマーク表示のユニットが撃破、一旦以内に打ち上げ中の敵戦艦撃破失敗。やっぱこれ撃破しないとダメだ。セルシオギリギリだったな。まだ終わってないけどさ、むしろこのマップのゼゴクもういらないんだけど。コアブースター2がマジ邪魔だからな。ちなみにゼゴクってさ、ゲットゲージなくね。溜まってないよね。ゲットゲージとか最近全然気にしてないからな。このマップに入ってから。 MS イーグルのやつらは基本無理だからね。まあ最後だから、マゼランの撃沈の様を見るか。森は獲物をよく引き寄せてから放つもんだ。コースよし。かっこいいね。まあこっちもバリバリいってるけどね。そうだ、これがあってようやくこれだ。君はもういいよ。撤退してくれた。もう無理だよ。さらにバリバリいってる。やられたか。連邦軍もそう甘くはなかった。いやー、マジでどんだけ物量で攻めてくるんだよ。で、この中にもどうせさ、ボールが乗ってるんでしょ。乗ってるよ。あれ、今回アンノウンがいなくね。
いや後ろにもセーバーフィッシュ控えてるしなって、このズダ下げないとまずいから、ハロで行けるだけ行くか。まずハロバブルでこいつ倒すでしょ。テンションだけは高いよなこいつで、このボールは多分支援をかければ、安全に3人で支援かけよう。確実に落とす、確実に回避された、危ねえ。でこのジムも減ってるからちょっとボールを出すか。いやいけるよね。でこれもちょっとマジで確実にいこう。でこのボールも7500残ってるか、3人で倒すと。よしよしよし。でこいつはもう下がる。でここにもボールがいるのか。あのボールはハロに任せよう。でここの舞台は一旦起動して、で下に下がって、グループ攻撃はちょっとできないから、ハロでこのボールを倒す。ハロタックル食らえ、倒せねえんかいクリティカル出て倒せねえんか。セイバーフィッシュを投入しよう。ミサイルランチャー 86%、 68%。 よし当たった。で4レベルと。で、このセイバーフィッシュとガンダム7号機でジムを倒す。スーパークリティカってんのか。で多分ピンポイント攻撃を挟めば戦艦ね落とせると思うんだよね。そうすると高機動型ザックをちょっと上げたいから、こいつのピンポイントはどこだっけ。ここでいいんだよね。でミサイルとビームライフルと2万6000、まあこいつだな。1万4000。よし、悲しい音楽がずっと流れてるけどちょっと今の俺の気分はね、もう それどころじゃないから。結構ねいかにしてやりくりするかっていうのを考えてるからね。でこいつもちょっと経験値上げに役立ってもらおう。後ろのセーバーフィッシュをどうするかだな。よし、テンションが上がってくるとでもだいぶ楽になるね。で、腰痛ヘイムはちょっと前に出さないと、後ろからのセイバーフィッシュが怖いからな。完全に空中マップなくなったね。ハロ上から倒していこう。7300、クリティカルで9500か。ここはもうハロに任せるか。で戦艦は前に出して
倒していこう。3体ずつ倒せるってことでしょ。結構いっぱいいるな。そうだな、上から倒していった方が無難だな。さて7号機の部隊を出すか。そうかもな。進路上にいるとね、邪魔になるからね。ザックはちょっとやっぱ下げてこう。ショック型陣に出して、いやーでもな、出しておくか。ザックもよし、これでいい。もう反撃できるときに反撃をしておく。でスーパークリティカルがなくなったかな。セイバーフィッシュすらね、1回で落とせるか微妙だからね。てかむしろ落とされるんじゃないかっていう懸念すらあるから。エネルギーがゼロでしょ。やばいやばいやばい、アラートが出た。くっ、俺はまだやれる。あと2回食らったらもう絶対無理だよね。危ねえ危ねえ危ねえ。逃げようかな、戦艦の中に。ハロとか言ってマジ何なんだ。単独で動かせるほどの機体性能はないなこれ。ミサイル一斉射撃。こいつら出てくる、またモビルスーツが。ワンサか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、1800しかないよヒットポイントが。さすがにね、ハロが撃墜されたらもう金がやばいからね。で1234、これで多分ねハロバブルが当たるはず。でこいつをぶっ倒して、で俺は逃げるこれどうやって帰還してんの。あ、そうか、無理やり帰還っていうスキルもあったよね、そういえば。でこいつらみんな減ってるから、まあ、レベル上げに役立ってもらいましょう。ダークマシンガン、あ、支援できるのこいつらですか。あとはね、捕獲して金を貯めるっていうのもありだよね。全部解体して初期型ジムも3レベルにしておきたいな。高機動型ザクがようやく3。でこいつここしか当たんないからね。てかさ、ジム減ってね、攻撃食らったっけ。まあいいや、よしこれで3レベル。よしこいつも超強気と帰ろう。基本的にみんな超強くたな。でこっち進めて進めて、どうせ中から出てくるでしょ。でこいつらパクって金に変えよう。それかもう一個戦艦作る。やっぱり舞台が一つしかないから辛いんだよね。でもね、人と実愛とね、機体が足りない。あ、出すの忘れた人材とね、機体が足りないからな。そうすると露獲したやつを運用せざるを得ないんだよね。ボールはな、でも味方で使おうとすると多分弱えからな。
しまったな、出すのを忘れていた、アホだったな。ガンダム7号機を出してこっちでピンポイント攻撃しよう、戦艦を1万5000か、1万5000当たるかって言われたらちょっと分からんけど、戦わなくて済むのなら戦いたくない、行きますわ。あ、このビームナイフでは見たか、バカな、クソ、クソ、クソ、戦闘は途中でカットできるからね。よし、ダメージさえ食らわなければこっちのもんだ。で、ここはボールだ、ボールで倒そう。なんちゃらキャリバー、フィフティーンキャリバー、3レベル、よし、テンションもアップして捕獲しよう。右上のボールが捕獲できねえな、もう少し進めば大丈夫なはず。ここまでしか行けないか。一応グループ攻撃できるのか。このジムは減ってるからいいとして、こいつとこいつをロックしておくか。いやでもこの戦艦のさ、複数ロックシステムなかったらこのゲームめちゃくちゃきつかったな。このゲームっていうかこの面が多分普通に機体揃えてやっていく分にはそんな大変じゃないと思うんですよボールとか使ってるからね俺そこが辛いんだよな。だからこういう春とか7号機とかもいなければさらにきつい戦いになってたからな。春とかが意外に弱いから出せねえし、ここ出せるか。ハロタックル3500だよ。3500はさ、いくらなんでも当たるでしょう。4800、クリティカルが出て4800。精密射撃、こいつ一応射撃要員だったハローバブルで攻めるか。そうするとで、セイバーフィッシュを残しておけばここから、あ、待って、ハロ死ぬ恐れがあるからな、下げよう。ハロの信頼性ゼロだからな今。陸戦ガンダムな、3人あげたいな。よし、ちょっとこいつを出そう。で、陸戦を乗っけて攻撃しよう。ミサイルランチャーでいけんじゃない。4200か、全然無理だった。むしろダメージを食らってピンチになってしまった。スナイパーカスタムだな。どうせだったら隊長機も出すか。よし、4レベル、テンションもアップ。まあまだね、スキルをね使ってないだけ余力はねあるといえばあるんだけど、セイバーフィッシュのレベルも上げたいな。そういえばさらに成長、こいつを狙ってきたか。出してきたね。まあこれはちょっと回避してやり過ごそう。うわー、やっぱボールの攻撃力高いわ。まずこのガンダム7号機は下げちゃっていいでしょう。ちょっと遠いな、サラミス。もうしょうがないか。ここからガソリンでスマッシャーで一機ずつ攻撃をしていくか。よし、超強気で先頭だったらこの 180mm キャノン砲が当たりそうだな。82%、 よーし、 OK。 でこいつらもパクロー。
ャラクターレベルもアップ。捕獲しよう捕獲で、あとは後ろのセイバーフィッシュが来るのを待つと。こいつはエネルギー的にどう？んー大丈夫ですよ、ちょっと一回取れるか。ハローを一応出しておく必要はないか。よし、一旦パス。来たね来たね来たね。さてこれで戦艦解凍させて、でかつ下に、潜り込ませてグループ攻撃で2体を、あれ？スロック2体を狙うと。で、倒せるやつで倒したい。セイバーフィッシュレベル4。あれ？セイバーフィッシュレベル5必要なんだっけ。まずはちょっと体調器をこっちに持ってこよう。ってことぶっ倒す。回避されたか。回避されるとね、もう痛いんだよね。セイバーフィッシュのミサイルランチャーで1700だったら余裕だね。一応こいつ5になったからこいつはこれでいいでしょ。で、あとは初期型ジムとかもね、ボール15キャリバー2700当たると信じる。よし OK。 結構みんな強くなったな。射撃戦突破。セイバーフィッシュ対セイバーフィッシュ、ちょっとやめとこう怖い。ボールでちょっと15キャリバーに援護してもらおう。絶対援護しないと無理でしょ。だって1200とかボールと攻撃力が変わんねえんだけど。こいつを20レベルまで上げるって相当きついな。絶対いつか撃破されそうだし。スキル使おう。ハイテンション、ハイテンションにならないとやってらんないよこんなの。ボールとか言ってさ、ボールじゃなくてさ、ハローすぐ間違えるな。しかもさ、経験値2060も必要なんだよ、レベル1上げるのに。で多分これね、レベル上がってくると必要な経験値も上がってくるんで、また辛いよな。よし片付いた。辛かったな。結果、マゼラン級1、サラミス級3の撃沈を確認しました。遺憾ながらベルナー・ホルバイン少尉の消息は確認できてません。じいさんと同じ海で死ねたんだ。うん。艦長、調査の件ですが、少尉のおじい様は海で亡くなってはおりませんでした。サイド3の病院のベッドで。彼にとっておじいさんは海で死んだ。それでいいじゃないですか。心の海だ。海は見えたか、海兵。現実とは辛く厳しいものだ。モビルダイバー技術試験報告書。今回の試験運用において、モビルダイバーおよびそれをコントロールするゼーゴクはジャブローに対し成層圏より突入を実施する。しかれど転用ないし急増兵器なるがため、我が603は多くの技術的課題を露呈せり、それらはひとえに高度な操縦技術を要求されるパイロットの奮闘に一任されたり。
その点においてはベルナー・ホルバイン少尉は得意な才能を発揮、よく任務を全うせり、オシムラクは戦場が宇宙へと移行しつつある状況下にあって、そも今回の評価試験の意義についてご最高絶望する、突入したまま帰らぬ少尉のために、宇宙世紀00179 12月7日オリバー・マイ技術注意。ここでスコアが入るの？あ、そうか、多分全体を通して5ターンで戦艦を破壊しなきゃいけなかったんだな。こんなやついらない。じゃあちょっと編成で捕獲、ジムはちょっと2体確保しておくか、ボール1体確保してあと解体しよう。ちょっと12万円あるな。戦艦作ろうかな。ちょっと考えてから作ろう。まずこの役立たずのハロだって、バーニアとさ出力リミッター解除ユニットがあるよ。もう一個オプションパーツつける？余ってるのはないよね。ってことは購入しないといけないんだよな。サイココントロールシステムとかつけてもしょうがないしな。ウェポンコンテナ高えな。武器の攻撃力が500上がるとどれくらい強くなるかだよね。ガンダリウム合金つけても、ガンダリウム合金っていうかガンダリウムアルファつけてもいいような気がするんだよな。死にそうになるからね。なんて言ったって、ただプラス30でどれだけ変わるか。でもプラス30って結構でかいよな。攻撃力に特化させるか、結局攻撃力が弱いから倒せないっていうことに なってるからな。これつけてても、ウェポンコンテナ買ってみようか、せっかくだし。で武装の攻撃力が上がりましたと。ハロドリルパンチ9100になってるし、まあちょっとこれで運用してみるか。で、ボール、ああおっこがあるね。おっこがあるけど、なんでこれレベル3のおっこ。おっこってちなみに知ってます？これもあれなんですよ、もう MS イーグルで出てくるやつなんですけど、次あたり出てくるんじゃないかな。全部収録されてそうだからね。あとね、おっこと、なんだっけ、あのビグラングか、ビグラングは普通に欲しいよな。あってもいい機体だと思うんで。どうしようかな。じゃあ遠距離戦にする。まあせっかく4まで上げたからね、初期型ジムに変えちゃおっか。生産登録されてないしな。いやここら辺運用しねえだろう、ボールとか。初期型ジムに変えよう。ちょっと戦いが辛くなってきたからな。レベル4にしないといけないから、陸戦型ガンダムは。で、ザックスナイパー。ギガンか。宇宙と地上両方で運用できるね。射程がだいぶ上がるね。1から3と3から、6から9。防御力がちょっと低いけど、ギガンにしよう。そういえばさ、俺全然やってなかったけどさ、設計があったよね。設計やってねえわ。ジムキャノン、こいつはリスト登録済み。いや全くやってなかったわ。全然気づかなかった。そういえば、まあもうしょうがない、ここまで来ちゃったんだから。7号機6号機のマドロックが作れるのか。6号機のマドロックから
まあ性能的には、あでも機動力と防御力下がるのか、移動力は下がらないけど、どうしようかな、これなんだろうな、気になるけどな。まあここら辺をちょっと回していくか、ガンダムタイプを。でセイバーフィッシュはレベル3だった、全然大丈夫だコアファイターにしよう。でコアファイターって絶対ガンダム作れるでしょ、もう持ってるからいいけどさ。これ何、高機動試作型が、これ何、誰これ、ちょこれ作りて、これ作ろう、高機動型ザクをレベル5まで上げよう。で試作ジム、もう1レベル必要か、なるほど。ユニット管理、一応設計を見てみるか。コアファイター設計、ジム、ガンダム、まあそりゃそうだよね交換とかね、ここら辺でトルネードガンダムとかフェニックスゼロ交換しちゃおうか。何に交換、ザク2回グフ、ジムコマンド、ジムコマンドっていつだっけ、 0083 の時代だっけ。ジムスナイパーカスタム、ザク2回はあれだよね、バーニーが乗ってたもんね。ザク2回でも作ろっか、じゃあ両方使えるしね。よし、ザク2回にしよう。え、金かかんの金かかんのは嫌だな、パブリックとか。基本的にこれ傘落ち商品だな、陸戦とかね、ガンタンクとかあるけどさ。どうしようかな、いや使い道がもうないからね、フェニックスゼロとか。金かけて買えるか、まあ1万4000円くらいだったらいいか。まずザク2回にしよう。でトルネードガンダム、これはうわろくなもんねえな。ジムか陸戦ジムか、うんこか1万円出しておんことか嫌なんだけど、ザク2にしよう。いやこれで金は減っていく。でこっちをジムにしよう。じゃよし、これで一応モビルスーツ的には充実してきたな。で6万円あるから、多分もう一個作れるよね、舞台を。流補正でちょっと次覗いてみると、ああもうでも雷鳴は魂、ん雷鳴に魂は帰るなってな、ビグラングか。これはもう0079の最終段階なんで、ちょっとこっちじゃなくて次回は08あたりをやっていきますか。じゃあこれピクシーとかもやりたいんだけどね、ピクシーとか俺全然知らないんですよね。密林のガンダムから始まるか。0079の10月ピクシーやろっか。じゃあ次は、ああブルーディスティニーとかもあるか。かな、まあ次08順番通りやっていきますか。じゃあというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。じゃあちょっと次何やるかはまあ検討して決めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。